よっと、急いや。チャーハンを炒めるときは、こうやって手首のスナップを効かせて手早く作るのが大事なのよね。お、キツネさんプロのコックみたい。べちゃっとならないうちにささっと全体に火を通して。キツネさん天才、料理長、天子。もう、そんなに褒めても美味しいチャーハンしか出てこないわよ。これが一番欲しかったやつ。今回は、ちょっと味付けを変えてみたんだけど、どうかしらね。とても美味しい。これはナイスな味付けだね。ふむふむ、ナイスなチャーハンになったみたいでよかったわ。ん？ナイスなチャーハン？ナイスチャーハン。というわけで今回は、ナイスネイチャについて紹介するわ。いきなりどういうこと？いや、なんとなく五感が似ていて思い出したのよ。導入が強引すぎるってまた突っ込まれるよ。でも、この子も馬娘に登場していたし、タヌキさんも気になるんじゃないかしら。あ、そういえばそうだね。キャラクターとしてのナイスネイチャは、大きなツインテールが特徴的で、どこか斜に構えた卑屈な性格をしているものの、料理や家事が得意で、不器用だけどトレーナーに対しては一途、褒められると顔を赤くする姿が可愛らしいわね。簡単に言うとツンデレってやつだよね。今回は、そんなナイスネイチャのモデルになった競走馬について解説していくわ。ナイスネイチャは、1988年に、北海道浦河町の渡辺牧場に生まれたオスの影の馬で、父はカナダの競走馬で、1972年に最優秀3歳牡馬にも選出され、重賞6勝を挙げた経験もあるナイスダーサー。母の浦河美雪は大きな活躍はなかったものの、中央競馬のチューリップ賞を含む3勝を挙げた馬だったわ。ということは、なかなか強い子が生まれるのでは？生まれたばかりのナイスネイチャは、特にこれといった特徴のない平均的な馬だったんだけど、牧場主の渡辺さんは、両親の実力から G3 や G2 のレースで勝てるのではないかと見込んでいて、競走年齢の3歳になるまで、調教師のトレーニングによって少しずつ仕上がっていき、3歳になった1990年の夏、無事に滋賀県にある松永厩舎に入って中央競馬デビューすることになったわ。デビュー戦はどうだったのかな？すぐにデビュー戦の予定だったけど、ナイスネイチャの姉が、初戦で筋を痛めて引退したことから大事をとって、その年の12月に迎えた京都開催の新馬戦でデビュー。後方から最後の直線で、一気に追い込みを見せたものの、結果は残念なことに2着だったわ。惜しいな。それでも力強い走りから、観客の支持は厚く、2週間後のレースでは一番人気に応える形で無事勝利。年明けには、初のクラシック出走を目指すことになったものの、思わぬ強力なライバルが現れたわ。ん？強力なライバル？東海帝王よ。以前の動画で紹介しているけど、東海帝王は日本競馬史上初の7冠馬シンボリ・ルドルフの子であり、この子もまた伝説的な走りを見せた名馬として競馬史に名を残す戦績を収めていた。ナイスネイチャは不運なことに、そんな東海帝王と同じ年に生まれたのよ。あわわ、めちゃくちゃ強いライバルじゃん。皐月賞、東京ダービー、菊花賞のクラシック3冠を目指して調整が進められていたんだけど、その前に行われた若駒ステークスでは東海帝王とぶつかり、3着という結果になり、その後骨膜炎を発症して休養、皐月賞、東京ダービーへの出走は見送られることになったわ。それは残念だけど、レースに出れるかは運要素もあるもんね。それでも、1991年夏に行われた小倉記念 G3 では一番人気に支持され、2着に2馬身差をつけ優勝。秋の京都新聞杯 G2 でも優勝し、これなら、初めて出場する G1 レースの菊花賞でも勝てるかもしれない。そんな予感すら感じさせるほどのいい仕上がりを見せていたわ。今度こそ勝てそう。上がり調子のこれまでの活躍から、菊花賞では2番人気に支持され、多くのファンに期待されたレースは、2周目の第3コーナーから追い上げを見せるかと思いきや、あと一歩及ばず。結果は4着となり、G1 レースのレベルの高さを感じることになったわ。ああ、やっぱり他の馬も強かったんだね。それでも、競馬の中でも目玉となるレース、重賞では、上位入着を果たす前線を見せ続け、もう一歩で勝てるかもしれない、そんな期待をしてしまう前線ホースとして人気の馬になった。優秀な走りを見せていたナイスネイチャだけど、実は、その陰で多くの苦労もあったそうよ。え、普通にすごい子だと思うけどな。ナイスネイチャは、3歳から松永厩舎に入ってレースで活躍し続けたんだけど、実は、とても我の強い性格をしている馬で、スタッフたちも手を焼く存在と言われていたのよ。
ほーら、怒らないで厩舎に戻りましょうね。うわぁ、ちょっと落ち着いて。なんだか手を焼いているみたいですね。あ、ババさん、ちょっとナイスネイチャがなかなか言うことを聞かなくて。どれどれ、僕に任せてください。この人は、松永厩舎の厩務員であったババさんで、他の強いナイスネイチャを決して叱ることなく、馬を恋人のように愛することを信条とし、辛抱強く接し続けたことで徐々に心を開いてくれるようになって、他のスタッフなら引き綱があっても手こずるような状態だったのに、ババさんにだけは態度を一変して、引き綱なしでも後ろをついていったり、近くにババさんがいないとトレーニングも言うことを聞かないほどの絆が生まれていたわ。ババさんにめっちゃデレデレだね。同僚のスタッフも、ババさんにだけ、明らかに態度を変えるナイスネイチャの様子を見て、これほどまでの信頼感が、馬と人の間にあるケースは実に珍しい。とコメントするほど、二人の間には、強い絆が生まれていたわ。馬は賢いって聞くけど、信頼する人をちゃんと選んでるんだな。ババさんは、馬以外に対しても分け隔てなく優しい人だったから、それを分かっていたのかもしれないわね。そうなの？ナイスネイチャの活躍を見たファンから、たくさんの千羽鶴やファンレターが送られてきたり、直接足を運んで見に来る人がいたんだけど、ババさんは、そうしたファンとの交流を決して欠かすことなく、千羽鶴を厩舎に飾ったり、レースの後にグッズを配ってあげることもあった。そんな地道な活動が功を奏した結果、ナイスネイチャのファンの多くは、ババさんのファンにもなり、レースで高い支持を受けていた一端を担っていたのは、間違いなく、ババさんの優しさがあったからだと思うわ。ナイスネイチャとババさんは、まさに二人三脚で頑張っていたんだね。初めての G1 レースでは、苦渋を舐める結果に終わったものの、年末に迎えた有馬記念。2番人気に支持され、1番人気にいたのは、あの長距離で負け知らず、史上最強のステイヤーと呼ばれたメジロマックイーン。騎手の松永さんは、そこに狙いを定め、徹底的にマークする戦術で挑んだものの、最後の直線で引き離される形になり、3着でゴールインすることになったわ。もうちょっとなのに。その後も、多くの G2、G1 レースに出走することになるんだけど、初の有馬記念の3着から、毎日王冠3着、マイル CS3 着、2回目の有馬記念でも3着、阪神大賞典3着、毎日王冠3着。何これ ?3 着ばっかりなんですけど。そうなのよ。G1 レースでも上位入着を果たす確かな実力を持ち、優勝を目指して走っているものの、なぜか狙ったかのように、いつもあと一歩及ばず2着か3着。毎日王冠でも2年連続3着。その他の G1 レースでも3着を次々と獲得していき、生涯戦績3着を8回も記録。3回目の有馬記念では10番人気という低い支持だったものの、その期待を裏切るかのように3位入着。人気に関係なく3着に追い上げる姿からブロンズコレクターと揶揄されるようになってしまったわ。割といい結果なのになんとも不名誉な。というか、これよく見たら、有馬記念3回とも3着になってない？さすがのたぬきさんでも気づいたかしら。多くの競走馬が連続優勝を記録している中で、ナイスネイチャは有馬記念3連続3着という戦績を挙げ、もしかして4年連続3着になるのでは？それはそれで競馬史に残りそうだぞ。ファンの間ではそんな密かな期待がされていたわ。優勝してくれるのが一番いいけど、それはそれでちょっと期待しちゃうよね。3着になっても優しい馬場さんはナイスネイチャの走りを褒めてあげたわ。今日のレースもよく頑張ったな、ナイスネイチャ。よし、次のレースでも頑張れるようにご飯奮発するからな。そうして、レースの1週間前には、1回1万5000円もする高級マムシの粉末を餌に混ぜて食べさせてあげたそうよ。え？愛情注ぎすぎでしょ？それを1日に3回、費用は全部馬場さんが負担していたというから、溺愛っぷりがわかるわよね。それだけ溺愛してたから、ナイスネイチャにも好かれていたんだろうね。は、そういえば、ウマ娘の中でマムシの話してたけど、そういうことなんだ。そうそう、ゲームの中でもマムシの粉末を通販で買おうとしてたってセリフがあるんだけど、そのあたりのババさんとのエピソードがモデルになっていたりするのよね。大きな怪我や故障をすることなく迎えた1995年12月、4回目の有馬記念にも出走することに。第3コーナーから少しずつ上がっていき、先頭集団に食いつく形でファンのボルテージもマックスに。先頭は、成田ブライアンが大きくリードしたものの、ナイスネイチャも必死に食らいつく。
このまま3着になると思われた次の瞬間、3番手ライスシャワー上がってきた。あ、ゴール直前半馬身抜け出す形で3番に躍り出たのはライスシャワーだった。ナイスネイチャが4年連続有馬記念3着になれず5着となり、そのヘイトはライスシャワーに向けられることになったわ。悲しいけど真剣勝負の世界だからね。7歳になった1994年以降は年齢のためかなかなか3着につけることもなく、94年の高松の宮杯で1着、95年の京都記念で2着に入ったのを最後に上位入着を果たすことなく、5年連続出走した95年末の有馬記念では9着という結果に終わってしまった。管理長教師の松永義晴さんは9歳で6年連続出走の有馬記念をラストランにして引退しようと考えていたものの、おや、ババさんどうかしましたか？すいません、今年のナイスネイチャの有馬記念のことなのですが、先日の検査で少し怪我をしていることが分かりました。連続出走記録を持たせてあげたいのは私も同じ気持ちですが、もう高齢で何があるか分かりません。万が一のことがあってはいけませんから、どうか考え直してもらえませんか？松永さんは有馬記念連続出走記録を誰よりも楽しみにしていた人物だったものの、ナイスネイチャのことを第一に考え、涙ながらに説得してくる馬場さんに心打たれ、わかった。ナイスネイチャのことを誰より知ってるお前が言うなら、仕方がないな。そう言って出走を取り消し、引退を早めて、1997年に守護馬となったわ。馬場さんの思いが伝わってよかったね。有馬記念の連続出走記録は立てられなかったものの、その生涯戦績は、G1 出走16回、重賞34回連続出走。しのぎを削ったライバルは、ツインターボ、三輪早秀、成田ブライアン、菱アマゾンなどなど、現役生活7年の中で、数々の名馬とぶつかり合いながらも、当時史上最多の出走記録を残し、東海帝王とは4回ぶつかったものの、2回先着、有馬記念3年連続3着という快挙も成し遂げているからね。そう考えると、すごい実力があった馬なんだね。これも、馬場さんっていう信頼できるパートナーがいたから実現できたことなのかな。引退後は、馬場さんと一緒にのんびり過ごしてほしいよね。その、馬場さんのことなんだけど、ファンとの交流を欠かさなかった馬場さんは、熱心なファンの方と個人的な付き合いもあり、引退翌年の1998年、その日もまた、ファンの結婚式に呼ばれていた帰り道のこと。え。馬場さんは、そのキロで交通事故に遭ってしまい、41歳という若さでこの世を去ってしまったわ。そんな。引退後は馬場さん自身、ナイスネイチャの子供を所有することを夢見ていたものの、その夢は果たされることなかった。これはもう、ただただ不幸な出来事だったとしか言えないわね。ナイスネイチャも、やっぱりショックを受けていたのかな。あれほど信頼し、愛情を一身に受けていたわけだからね。でも、言葉で伝えることはできないし、突然最愛の馬場さんがいなくなったのはショックだったんじゃないかしら。せめて、ナイスネイチャだけでも平穏に余生を過ごしてほしいね。馬場さんの残してくれた遺産は偉大なもので、引退後も馬場さんが繋いでくれた多くのファンに愛され続けたわ。1999年には、JRA がワイドという3着に入るまでの2頭の組み合わせを当てる馬券の販売を開始。3着といえばこの馬しかないと、ナイスネイチャが公式のキャンペーンキャラクターに選出されたわ。よくわかってない感じの表情が可愛い。2000年に行われた20世紀の名馬大投票では1193票を集め、G1 未勝利でありながらも第71位に選ばれ、2001年には守護馬を引退することになったものの、引退後の競走馬の多くは受け皿がないのが実情。過去に引退馬について解説してきたけど、G1 で優勝を果たした馬でも行方知らずになってしまう例がある。ナイスネイチャは幸運なことに守護馬になった後、その引退後も、故郷の渡辺牧場で余生を過ごし、2011年には、引退した馬を支援できる NPO 法人引退馬協会が設立されてそちらに移籍。今でも同会の看板馬のフォスターフォースとして存命で、馬娘人気でさらに注目を集めているわ。え、存命って、確か1988年生まれだから。ナイスネイチャの誕生日は1988年4月16日で、ついこの前33歳を迎えたのよ。え？めっちゃ長生きじゃないそれ。馬の寿命は20から30年と言われているから、33歳というと、
人間で言うと90歳以上になるのかしら。とても長生きで、2021年には、存命中の JRA 重賞勝馬の最長寿母馬となったんだけど、実は母浦川美雪も36歳まで生きて、牝馬最長寿を記録していて、親子2代でこれを達成しているのよ。ここでまさかの1番獲得とは。国内では、2019年まで存命だった40歳のシャルロットが日本最長寿のサラブレッドだったから、ぜひ、この記録ではブロンズにとどまらず、一着を目指して長生きしてほしいわね。いつまでも長生きしてほしいね。変な生き物チャンネル。以上がナイスネイチャについての紹介よ。障害戦績は41戦7勝というバッとしない数字ではあるものの、東海帝王と並ぶ6億以上の賞金を獲得し、支えてくれた馬場さんのおかげもあって、たくさんの人に愛され、無事に引退を迎えることができた。なんとも不思議なポジションのアイドルホースだったのよね。僕、馬娘始めるまで名前すら聞いたことない馬だったんだけど、ツイッターとかで競馬ファンの人が推し馬にナイスネイチャーを選んでたのって、そういう歴史を見てきたからなんだね。そうね、なんとも不思議な魅力を持っているのが、ナイスネイチャーの一番の特徴だと思うわ。ちなみに、引退馬協会では、ナイスネイチャーのチャリティーグッズも発売しているほか、誕生日の4月16日から5月17日までの1ヶ月間を、ナイスネイチャーバースデードネーションと名付け、お祝いを兼ねた寄付を呼びかけているわ。どんな寄付なの？この寄付は、馬1頭あたり100万円の支援金として使われ、予託料、去勢手術費用、馬運代などに使われるもので、先日支援ページが立ち上げられ、目標額の160万円を目指してスタートしたわ。馬娘効果でもう100万円ぐらい集まったのかな？2000万円集まったわ。どんだけ愛されてるの？目標額超えすぎでしょ。馬娘効果もあるとはいえ、さすがにこれだけの寄付が集まるなんてびっくりしたわね。開始数時間で目標に達成して、すぐに新たな目標金額300万円も1日も経たずに達成。その注目度から、日刊スポーツなど各メディアでも大々的に取り上げられたわ。経済効果やばすぎるでしょ、馬娘。予想をはるかに超える寄付が集まったことで、引退馬協会さんも寄付金の使い道を追記したわ。1頭につき100万円という金額は、馬を引き取り、途中の施設でしばらく休ませ、その間に必要な治療や去勢手術を行い、馬運車で鹿児島まで輸送し、ホーストラストの入厩保証金と当座の予託料です。その後、その馬が一生送るための経費までは含まれていません。多くのホスターペアレント、里親さんが集まれば、その後もずっと予託料を支払うことが可能ですが、そうではない場合は資金に不足が生じる懸念があります。ふむふむ。今回支援を広げた重賞勝ち馬以外の馬は、ジャパン、スタッドブック、インターナショナルからの助成金は受領できません。そのような馬を最後まで確実に見守るため、今回皆様からいただいたご寄付の一部 30% 程度をプールし、不足が生じた場合にそこから手当てすることとしたいと存じます。頂戴したご寄付は確実に馬たちのために使い、支出につきましてはホームページで随時公開いたします。という感じで、寄付金がもはや基金クラスにまで膨れ上がったわ。でもこれで、たくさんの馬が安心して余生を過ごせそうだね。支援ページは概要欄に貼ってあるから、もし興味のある人はそちらもチェックしてみてほしいわ。ちなみに、引退馬を支援する施設や団体は他にもあるから、分散する形で支援してもらえると嬉しいわね。おお、リアル馬にも課金するぞ。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ツイッターもやってるので、そちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。